どうも文人です。皆さんは今全国で上映中の君の名はっていう映画見ましたか？私はまだ見てませんということで、それは置いといてですね、なんとその君の名はと YouTube、 これはものすごい関係性があるということを発見しちゃいましたんで、自慢しながら報告します。というわけで、まずじゃあその君の名はを英語にしてみるとどうなるかというと、ユーロープ、そうユーロープ、そう YouTube とユーロープめっちゃ似てるじゃないですか、語感が。そしてそれだけじゃなくて、さらに今度 YouTube を日本語にしてみましょう。そうですよ、もうお気づきの皆さんは分かったかもしれませんが、君の筒は、そう君の筒は、 YouTube を日本語にすると君の筒は、そう君の名はとめっちゃ似てる。というわけで、なんとそう君の名はっていう、その今上映されてる映画と YouTube、 めっちゃこう親密性、親和性、関係性がめっちゃもう入り乱れてるってことを発見してまいりましたんで、発見してしまいましたんで、それのめっちゃ気がついたぜっていう自慢動画です。皆さんもこの親和性かみしめて君の名はを見てみるといいと思いますよ。それでは